千枚通し千枚通しとは手を使って昇降を開けるための文房具である。目打ちと呼ばれることもある。多くの重ねた紙を差し通し穴を開けるのに用いる。鋭い針状の切っ先と持ち手で構成される形状は水と似ている。水との違いは先端の形状にある。水はドリルのように対象を切削して穴を掘り進めるため先端が角錐状や 古城の刃になっているのに対し、千枚通しは、繊維の隙間を押し広げて、穴を開ける作りになっているため刃がなく、縫い針を太くしたような円錐型となっている。使う時は対象に先端を当て、持ち手に力を込めて差し通す。紙の量が多い時にはこじるように回転させる。なお、先端付近に小さな穴を設けてミシン針のように、紐を通せる作りの千枚通しもある。過去。 多く用いられていた和紙あるいは、わらばん紙などは紙を構成する繊維の隙間が広く、そこを千枚同士でこじ開けていくようにして、容易に先行できた。しかし現代のコピー用紙のような密度が高い紙は、枚数を重ねると千枚同士では、歯が立たなくなり、パンチが登場してからは、安全面でも鋭利な先端が露出した千枚同士より、優れていることから、オフィスや学校などでは、 次第にとって変わられた。現在でもホームセンターで容易に手に入るが、たこ焼き等をひっくり返す調理道具として販売されていたり、農業、裁縫、工作など別の用途で使われるようになった。ありがとうございます。